さてこのお時間は地元の樋口エイト選手にお越しいただきました樋口選手よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ昨日ねレース終了したばかりということで昨日ミッドだったんですよねはいま眠いですですよね、はい、すみませんお疲れのところお越しいただいて本来だったらなんか樋口エイト選手はいつもパフォーマンスを見せてくださるということだったんですが、はい、ちょっと昨日はミッド終わりでということでねちょっと準備ができなかったそうです 本当はいつもなんか、そのテレビ出演とか、トークショーがある場合、準備していらっしゃるんですか。そうですね。一応、なんか話すのがあんま得意じゃないんで。<laughs> いやいや、そのパフォーマンスで、ごまかし。その割には、先ほどね、スタジオをお越しいただいて、結構お話しいただいたんですけど。はい。そうですかね。うん、緊張しながら。 まあ、そうですか <laughs>、はいまあ、この後いらっしゃるガールズの方がねトークの方は立ちそうなんですけど今年はあの東京支部のカレンダー1月に登場していますが、はい、なんか可愛らしい表情してあれなんかあれあるんですかあのテーマはいやなくてそのカレンダーも,もう毎年なんか結構いろいろやったりしてるんですけどなんか今回別にそれも用意できなくて。うん なんか全部オラウタみたいまあでもなんか変顔じゃないですけど今ね流行りの流行りの流行りの変顔みたいな感じでうん流行ってるかどうか分かんないけどそんな感じではなんかったん何もしないよりみたいなあでも目立ちますもんねいや目立ってるかは微妙ですけど、うん、なんかあの SNS でインスタグラムとかも拝見させていただいたんですがおしゃれですよね いや、そんなことないです。なんか、乗ってるものを見ると、各地区の、まあ、出張というか、開催が、いろんなとこ全国行かれると思うので。マンホールを中心に、インスタグラム上げてるみたいなんですけど、あれ、何かきっかけあったんですか。いや、なんか、いろんなマンホールあるので、もう、なんか、ただ撮ってみようっていう。あ、なんか、どっかの地方に行った時に、あ、なんか、面白いなと思って、撮り始め。あ,あ、そうです。 ね、なんかそこで、マンホールと自分の靴が写ってるところで、また靴がお洒落なんですよね。靴とか、スニーカーとか、結構好きで。はい。結構買っちゃいますね。おすすめのブランドは。おすすめのブランドは。はい。え、なんだろう。ニューバランス。<笑><笑>お洒落なのがある。<laughs> シンプルに。でも、今スニーカーとかでも、限定品とか、結構並んで買われるかな。ああ、そうですね。 でも、僕はそこまでしないです。あ、なんか見て、あ、これおしゃれだなと思ったら、買うか。買っちゃいます。あと、革靴も、なんか、おしゃれなの、履いてませんでした。う履いてます。あれは、なんか、ブランドものなんですか。まあ、一応、確か、あれはスペインのだった気がします。オーダー。いや、オーダーじゃないんですけど。はい。おしゃれな靴。革靴は、素足派ですか。靴下履きます。や、靴下履きます。履きます。はい。ちょっと、石田純一風には履かないんですか。履かないです。履かない。 皮がダメにななっちゃういやなんか気持ち悪いです履かないとちょっとぬちょっとしようと、はい、する感じでねたぶとは裸足で履くやつなんですけどあやっぱりそうすると皮が馴染んだりするんですかねうんなんか僕のその靴は、はい、その多分すごいセレブな人がその船とかで乗る革靴でッキシューズあそうです、はい、でなんかすぐ捨てちゃうくらいのらしいです僕が調べた。 あれによるとでも高いんでしょうお高いんでしょういやそそんなにいやいや本当に <laughs> 本当で,すかでもすぐ捨てちゃうって言うともったいなくてね <laughs> セレブはですよ僕はもうボロボロになるまで泣きますけど <laughs> 私もそっちのタイプです <laughs> さあということで昨日ね密閉終わりということだったんですが次回の出走予定はえっとですね岐阜ですねその岐阜を走ってから地元 <laughs> あそうですやっぱりちょっと地元線に向けてってなんかいろいろと 緊張したりありますかいや緊張は特にないですはい。ただ勝ちたい優勝したりそうですね勝ちたいですねとい,いうのはありますよね、はい、さあということでね昨日レースが終わったばかりということなんですがこの後は来月1日からの岐阜、そして2月9日からの立川経理を走る予定となっていますそれでは応援してくださったファンの皆様に一言お願いします 一生懸命頑張ります応援お,お願いします、はい、ということでゲストに樋口英人選手にお越しいただきましたこの後場内でもトークショーがありますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願いします